タナメリ第13試合メインイベントディープフライ級5分2ラウンドを行います。アコーナーアライブ沖縄島ジュニアンズタカー、赤コーナー初代ファイティングネクサスフライ級王者ファイトベース都立大小牧根高博、レフリー上松直也。ディープ東京インパクト2022サードラウンド新宿フェイスの戦いです。メインイベントフライ級 56.7 キロリミット5分2ラウンドマッチです。画面左側ターカーやってまいりました。アライブ沖縄島ジリアンズワンパンチ強力です。それに対して小牧根高博ファイトベース都立大元ファイティングネクサスフライ級王者初代王者です。2019年のトーナメントを制しています。さあその王座は返上しましたがという現状、パーカーにいかにぶつけるか。コロ選手、はい、パーカーは打撃強烈ですね。そうですね、それ組んできた、テイクダウン早い段階、下からギロチンもあるかどうか。この形、まあでも本当にすぐに動かしますね両者、はい、サイドを取ろうとするところ、その左の足下からすくっていこうとします。開始から30秒、小牧根がトップを取らんとします。腰を浮かしてきました。下からの蹴り上げ、これ一つありますが、さあ伊沢選手体勢も含めですね、この戦いもう小牧根攻め序盤から連ねてますね、はい、もう組になったので、はい、小牧根選手はどんどん自分のやりたい仕掛けをしていきたいですね、まあ、小牧根は前回、まあ、昨年12月のナンバーシリーズ105本田亮介選手の膝に2ラウンド KO 負け、杉山康平戦判定負けと合わせて連敗中。その前は6連勝がありました。6つの一本勝ちは腕十字が4つ、それから木村アームロック肩固めが1つずつ。ターカーは前回ライジン関原翔戦がありましたが判定負け2連敗です。脱出に向けての戦い2人ともそうです。開始から1分半、コロ選手どんな風に映ってますか、はい、まだお互いそこまでこういう動きはないんで、うん、はい、まあ、でもじっくりバックを狙っていって、まあ、コーナーが邪魔して突ききれないような感じなので、はいはい、取りたいですね、しっかり、はい、あのケージですと相手とケージの間に自分の体入れるじゃないですか、はい、バックコントロール、はい、それと同じと考えていいですかこの場合。そうですね、はい、開始から2分です。コツコツと殴っていきます。あ、ちょっと入りそうですね。リガの息の直、ここもでも伊沢選手、あ、力いつ入れてくるかですね。入りそうですね。入るか、あ、両腕どうだ、苦しい、ここでタップアウト、ターカーを決め切りました。小牧根高博、コロ選手、はい、さすがというところですか。これはそうですね、しっかり決め切りましたね、はい、まあ、そこに向けても本当にセットも着々といきました、はい、思い通りと言っていいんでしょうかね。これそうですね、一発をもらずに決め切れたんで、はい、確かにもらわずにもう打撃の展開にする前に、はい、自分から距離詰めていきました。あっという間、はい、得意なところに持っていきましたね、そうですね、はい、残念、この表情、リングを後にするのはターカー、3連敗となってしまいました。このディープ初陣だったわけですが、得意のパンチ有効で当てきることができません。まあ、2人の表情明らかに分かれました。そしてまあこれ笑顔もありませんね、小牧根です。そうですね、伊沢選手どう映りましたか。そうですね、やっぱり自分の強いところに普通に持っていく、当たり前に勝つっていうのようなことができてた試合ですね、今日はご来場いただいたファンの皆様ありがとうございます。すいません、ちょっと言うこと全然考えてなくて、まあ、ちょっと
2連敗しちゃってて、ディープ参戦させてもらって2連敗しちゃってて、期待に応えられなかったので、すごい、とりあえずホッとしてます。フライ級盛り上がってきてるんで、まあちょっと大きいことまだ言えないんですけど、まあ自然とこのまま勝っていけば、僕がトップになれると思ってる実力があると思うんで、応援これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。見事一本勝ちしました小牧健選手、盛大な拍手をお願いいたします。さあ落ち着き払ってという言葉がありましたが、この選手、はい、本当にフライ級戦線面白いですもんね。そうですね、もういっぱいいるんで強い選手が、はい、そちらのとの絡みを見てみたいですね。確かにそうですね、はい、まあ、トーナメントグランプリ開催するんじゃないかなんていう話もありますもんね、はい、そこにエントリーするのはというふうに見せつける勝利だったかもしれません。あ、ファンの方も嬉しそうですね。まあ、伊沢選手、はい、改めてですけれども、まあ、メインイベントを瞬殺レベルで締めたなという気がしました。そうですね、しっかりと興行をいい形で締め切ったなって思いますね。そうですね、はい、まあ、そういう意味でいけば今日は昼夜大会、まずこの昼の戦い13試合が終わりました。伊沢選手どうですか、心に残った戦いだったり選手は。そうですね、やっぱり木村理央くんが一番かっこよかったですね、はい、うわかっこいいって大きいですよね、はい、まあ、上手かっただったり強かったっていうのも大事だと思うんですけれども、はい、かっこいいって何かそれ超越しているやっぱりもう打撃レベルが違うし、はい、だけじゃなくて寝技で勝ったっていうのがすごい良かったですね、はい、一本ですもんね、はい、まあ、そういう意味でいきますけれども、アマチュアルールだったわけです、はい、次あたりってことになってきますかね、プロは。どうなんですかね、でももうまだまだ高校生なので、はい、これから先が本当に楽しみですね。そうですね、この選手はどうでしたか、はい、自分は加藤瑠衣選手、はい、なんかこう判定がずっと続いてて、その流れを変えてくれた、はい、しっかり KO を見せてくれたんで良かったですね。そうですね、はい、まあ、パンチの強さ十分に見せてくれました、はい、最後に今後についてちょっと話せる範囲で伺いましょうかね、はい、この選手どうですか、展望はどんな風に進んでいきましょう、はい、暫定チャンピオンにこの間5月4日になれたので、はい、防衛戦、まあ、誰になるかわからないんですけど、はい、しっかり、練習をして、頑張って勝てるように頑張ります。はい、ありがとうございます。伊沢聖華選手はどうでしょう。そうですね、まだライジンやディープでどういう試合があるかっていうのが決まってないんですけど、決まった試合絶対皆さんを魅了して勝てるように毎日の練習頑張っていきます、はい、世界的にもこう取材されたりなんていうのも、ね、そうですね、されてますし、はい、それからフーガさんとの YouTube も。そうですね、もうぜひ YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いします。最後にまた言わせた感ありましたがね、はい、いや、お別れの時間がやってまいりました。今日はですね、夜の部もあります。17時20分から配信予定、17時30分から試合開始となっております。こちらの方もぜひチェックしてみてください。さあ、新宿フェイスから一旦お別れとなります。解説は伊沢聖華選手、そしてコロ選手のK クラン勢でした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況市川克也でした。この辺りで一旦お別れいたします。さようなら。